まあね、アネッサとか、アネッサとか、アネッサとか。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、ムーンブルク城の再建があと90、あと98じゃないわ もうね、今98%までできたよね。やばくない？めっちゃ登っていきよりやん。あ、そういう感じ？すごーい。あとちょっとでできるんじゃない？もうあとどれぐらい？どれぐらい？ 2% っていうのは分かったんやけど。あ、ほらほらほら、もうあとちょっとやん。外側ちょこっとやったら終わりじゃない？できた、縄文の設計図完成。やったね。なんか縄文の外側にめっちゃハートがたたまれとるんやけど。イエーイ。さあ、これでミッション達成。ムーンブルク城を再建しよう。これで100%。100%って言っても、まあ城ボロッボロやけどね。再建できた気はせんけど。あ、でもかっこいい、すごい。ねえ、十分綺麗になった感はあるね。でもまあ相変わらず王様のおる玉座はめちゃくちゃぎゅうぎゅうなんやけどね。これはちゃんとなんか周りのいらん部分も削ってくれたんかな。素晴らしい。縄文が完成し、城の形が整ったぞ。これも全部アイラとビルダーになったみんなのものづくりの力だね。縄文の完成で陣地は確保できた。陣地の拡大はここまででいいだろう。これで名実ともにここは我らの城だ。そしてこの縄文なら妖術師の魔法攻撃もお腹に届かないだろう。他の者たちも効率よく撃退できるはずだ。作ってくれたトゲ罠やレインバリア、敵が侵入した時のために今の場所に残しておくといい。もちろん君の好きな場所に置き直してくれてもいいぞ。まあ、それか、まあ、置き直すっていうか、増やすっていう方がいいんじゃないかな。それにしてもよくやってくれた。そなたには何でも好きな褒美を取らす。何なりと申してみよう。王様、褒美なんてどこにあります？この城には食べ物だって足りていないのに。そうであったな。ひとまずこれでムーンブルク城の再建はできた。お題は達成だ。お、これでミッション達成？やったね。ミッション、王様の命令コンプリート。イエーイ。なになに？あゆな、改めて礼を言う。縄文を作ってくれてありがとう。ものづくりというのは本当にすごいものだ。君の力も尊敬に値する。そっか、姉さんは作ってないんよね。だが私はやはり教団の教えは捨てられない。信念は曲げられないのだ。結構頑固やね。ふん、また信念か。信念、信念、うるさいやつだぜ。まあ、それはしょうがない。だがもちろんこれからも教団と戦い続けるために全力を尽くす。君たちの邪魔もしないから安心してくれ。さてアイナ、強大なハーゴン軍と戦うには頑丈な城にこもって戦うのが上策だ。くれぐれも深追いせず城の設備を生かして戦いを続けていこう。でも結構さ、みんなここからガシャンガシャン出ていったりとかするやん。めっちゃ入ってくるんよね、敵が。で何するの？何？さてと、縄文もできたんだ。ここを取り囲んでやがるハーゴン軍をぶっ倒そうぜ。あの遠くにおるやつ、トロルとか。異常ありませんっていうより向こうで。お前まさか敵が攻めてくるまで待ってるつもりか？たまにはこっちから吹っかけてみようぜ。敵を挑発して、この城までおびき寄せるんだ。どうだ？準備はいいか？そういう感じ？やろうやろう、楽しそう。よし、そうこなくちゃな。いくら縄文を作ったって、作っただけじゃ勝てないからな。待て。シドウ、勝手な行動をするな。思いつきで動かれては戦争にならないぞ。うるさい。貴様は黙ってろ。その戦争を終わらせに行くんだよ。終わらされたら多分この子は困るんじゃないかな。行くぞ、エナ。俺についてこい。ほうほう、ついていきますとも。おい、こっちだ。なんか見事じゃってはしゃぎようんやけど、おじいちゃん。はい。ああ、もう本当にまっすぐ攻めていく感じ。よし、アイナ、ハーゴン軍連中を挑発してやろうぜ。親玉もろとも城におびき寄せるんだ。親玉っていうのはあのトロロのことですか？何？どうやるのかだって？まあ、見てろよ。何？切り込んでいくの？うわ。何？どうするの？おい、トロル。あー、来るよ来るよ、怖い。ぬが。あやつらはムーンブルクの戦士か。まったく貴様らはトロいぜ。動きも見た目も何もかもな。やっぱり親玉がトロロだからか？そういう挑発？本当に挑発なんやね。違うか。親玉も醜く太ってやがるから、手下の雑魚どもみんなトロいんだな。
めっちゃ悪口やん。一斉にみんな見た。くわー、何を言わせておけば。言ってるそばから歩くのも武器を振り下ろすのも、とろすぎてあくびが出るぜ。あー、くる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 。ちょっとやだ、早く逃がして。私を。あー、動けない。本当に遅いけど。あ、なんか、あー、犠牲になったよ、大丈夫？くがー、奴を捕らえろ、城ごと潰せ。よし、アイナ、とりあえずこんなところだろう。急いで城に戻ろうぜ。待って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 。なるほど、自動的に戻ってくれるんね。アイナ、見たかよ、あのトロルの顔。これで奴らここに攻めてくるぜ。うわー、なんてことを。アイナ、シド。ほいほい。うん。どこに行ってたんだ、アネッサが探して。あ、来たー。うお、この揺れは。おいでなすったぜ、敵だ。うわー、来たよ、来たよ。バトルスタート。やだな、まったく。やだーやだー。ちょっと待って、私はこれで、へい、痛い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 、切られる。おお、あれ、大弓のやつやろ。めっちゃピュン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 飛んでいきよる。すげえ、かっこいい。ほらほらほら、構えてる構えてる。あ、スクルートも、まああれは近くの敵にしたっけ、あんのかもしれんけど。うー、来たよ来たよ来たよ。いいいいいい、その背後から狙っていくぜ。いい、ちょっと怖い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 。どう、入ってない、火の玉入ってない。あー、すごい、あそこで弾けて消えたよ。なんか私今途中でジャガイモ食べたよね。うえい、巨大なん来た、巨大なん。じゃあ早く、あの、痛い痛い痛い。そう、これ違う、はい、これしかし一発でやっつけれてはいない。もしかしてでかいの2匹おる。ふー、そんなところで、あー、入ってくよ入ってくよ。ダメダメダメ。おー、いい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 、よし、いいぞ。あ、来た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 、トロール包囲軍大将。これ全滅させれるってこと、もしかして。ぐおー、ゆるゆる詰め続けるのはもう終わりだ。今すぐこのチャチな城を潰してやる。だってこいつ大将なんやろ。もうこれで終了。あ、なんか意外とちっちゃい。意外とちっちゃいよね。ちょっとびっくりしたんやけど。えへい。そうそうそう。あー、ちょっとこっち向かないで。あー、痛い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 。ほら、どん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 大指打って打って。いいぞいいぞ。はめて、へい。あ、やめて、壊さないで。それ壊されよらん。あー、ほら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 。あ、壊された。ちょ、縄文が。あ、やめてください。いやー、ほら、次々と壊されていく。ここで行くぜ、必殺、へい。ふー、ちょっと待って、行かないで。そこデインバリアあるよ。へい、無駄じゃないんだな、それが。ほら、ふう、やったね。バトルコンプリート。へい。トロイ・トロロの軍勢をぶっ倒したな。これで城の包囲は解けたはずだ。お、これでもう狙われてない。シド、敵を挑発しておびき出すなど、勝手な行動はするなと言ったはずだ。黙れよ。勝てたんだからいいじゃないか。まあまあまあ、そうね、喧嘩はしないで。勝手な行動は問題じゃが、負ける戦いを繰り返してきた我らがまさかハーゴン軍に勝てるとは。教団を捨てビルダーとなったわしもハーゴン軍に勝てるかどうかは正直半信半疑であった。しかしこれならばいけそうだ。戦い続ける宿命から逃れられるかもしれぬ。アネッサはどういう気持ちなの。喜んでないよ。わっはっはっは。あゆな、改めてわしからそなたに頼みがある。お、新たな頼み。アイナよ、王の頼みを聞く前にじゃ。壊れた城を修復しようではないか。そうしてください。包囲軍に勝利でき嬉しいが、固い城の壁を壊せるとき持ったようじゃ。これは厄介じゃな。まあ、トロールね。とにかく修復はいつものようにビルダーであるわしらに任せるがよい。この城はしばし待っておれ。
ビルダーをすごい強調するよね。治った？おお、治ってる。拠点がほぼ元通りになった。いいね、ナイス。さて、アユネよ。わしはムーンブルクの王として決断したぞ。ハーゴン軍の戦い、必ずや勝つとな。しかし、兵士や民たちの中にはまだ踏ん切りがつかない者もおるだろう。まあね、アネッサとか、アネッサとか、アネッサとか。そこでだ。みんなに戦いの決意を示し、城の中心となるものをそなたに作ってほしい。何それ。先ほどの戦いで、トロの目がこんなものを落としていった。これを使って何か作れぬか。なになになに、魔法の火種石を手に入れた。何それ。燃え続ける炎みたいなやつ。わしの希望は伝えよう。あとはそれをそなたが形にし、縄文の下にある目印の場所に置いてくれ。ふん。小さいもの？なんだなんだ、新たなレシピ。ロトのかがり火。伝説の勇者が灯したというかがり火。ロトのかがり火を置いてくれ。何個いるんこれ。あ、1個？そこに1個置いたらいいだけ？なるほど。じゃあちょっと作りましょうかね。伝説の勇者がどうたらこうたらっていうものをちょっと作りましょうかねとかいう、そんな軽い感じで作れるんかな。ここで作れるんかな、ロトのかがり火。あ、これか。はい。これを一つ。さあ、作りまして。で、あの場所に置けばいいと。ちょっとね、建物がちょっと入り組みすぎて、よくわからない状態に。で、そこに置くのね。オッケー。めっちゃ雪積もっとるよ。やめてよ。ここ。はい、払って。え、でかっ！あ、そういう感じ？じゃ、ぴったりこの四角のところに置けると。おー、すごい！かっこいいやん。でもなんか、後ろで大読み引く人はちょっと熱いかもしれんけど。ぎょえー！どんな。これは素晴らしい。これこそわしが思い描いたロトのかがり火。皆の者、見るがよい。めっちゃ喜びよりやん、王様。超呼びよる。おお、あ、雪が溶けてきた。そういう。でもなんか地面に埋まっとる雪までは溶けんのよね。ほらほらほら。すごい、めっちゃあったかくなったやん。暖房代わりにもなるんやね。そういうことじゃない。うわー、これは城内に降り積もっていた雪が溶けました。これもロトのかがり火の力なんですね。その通り。このかがり火があればもう城内に雪が積もることはあるまい。雪あるけどね、これ。積もってはないかもやけど、埋もれとる。それに不思議と力がみなぎってくる。体中から闘志が湧いてくるようじゃ。これならあの強大なハーゴングにも勝てるかもしれませんね。マジパワーアップした、みんな。ああ、戦いを続けるんじゃない、勝つんだ、ハーゴングに。リックの言う通りじゃ。ムーンブルクに課せられた戦いの宿命を断ち、この戦いを終わらせようぞ。おお、もちろんもおじいちゃんも終わらせるという方向で。よーし、やるぞ皆の者。これからの目標は打倒ハーゴン軍である。アネッサは、アネッサは大丈夫なの？よくやってくれたな、アユナ。これで皆の心が一つになった。これからはハーゴン軍の撃破こそ目的だ。だがロトの鏡はまだ完成はしておらん。完成には大きな紋章が必要となろう。実は何代も前の王の時代だが、王の時代の話だが、由緒ある大きな紋章がハーゴン軍に奪われたのだ。トロルが率いておったのはハーゴン軍の先兵部隊に過ぎん。強大な敵はまだまだ残っておる。いつの日かこの地の総督を倒し、大きな紋章をかがり火に掲げれば、この地に平和が戻った証となろう。ムーンブルクの全ての敵を倒し、大きな紋章を取り戻す。その日までどうか共に戦ってくれ。あのなんかちょっと暗くなってる部分、あそこにその大きな紋章を入れればいいってことかな。さて、そうと決まれば、今日のところは寝るとしよう。生徒はことを潜んじる。本格的に戦いから、戦いは明日からだ。寝て起きたところなんだけどな。もしも眠れるなら、わし自らムーンブルク王家の歴史を枕元で延々と語っても夜だぞ。いや、結構です。もう寝た？寝たの？早くない？何？牛の鳴き声みたいなの聞こえた。ふっふっふ、ロトのかがり火か。
なかなかおぞましいものを作ったな。誰？しかしこの世界は所詮偽り。勝っても負けてもいずれ滅びる運命だ。だが教団の手先となれば、仲間として滅びの日から救ってやろう。どうだ？悪い話ではあるまい。誰に話しよん？はい。悪魔神官様のご命令の通りに、自分の信念に従って。くっふっふ、よく言った。では城内に恐怖と疑心を広めよ。そしてビルダーたちの力を抑え込むのだ。あ、スパイ？そういうこと？ラーの鏡。ラーの鏡が欲しいです、私。どこにあるの、ラーの鏡。誰なんやろうな、スパイ。勝つことは許されず、負ける戦いを永遠に繰り返すか。ここが禁断の島っていうのも頷けるな。それにしてもこの島の奴ら、やけに新年新年うるさいな。一体何だってんだ？姉さ来るんじゃない？ん？そういうものを掲げなきゃ戦争なんてやってられないだと？お前、いつになくそれっぽいこと言うじゃないか。ちょっとイラッとしたぜ。許しないで、イラッと。新年っていうのは俺にはわからない。だがいいな。俺はお前を信じてるぜ。いいね。昨日の戦いでもそうだったが、最近俺は自分の中に得体の知れない大きな力を感じる。お前、ルルと三人で出所祝いをやったとき、俺が言ったこと覚えてるか？うん、何かあったときはみたいなやつ。俺に何かあったら、お前が俺を思いっきりぶん殴って目を覚まさせてくれ。殺してくれではないんやね、わかった。俺が信じてやるんだ。俺をがっかりするようなことするなよな。お？どこからだ？アイナ、シドウ。ソナたちは本当に仲が良いな。まあまあまあ。どうしたの、王様、寝れないの？そして、やはりソナたちは、この地の人間とは少し違うようだ。わしはあのビルダーの鐘を聞き、多くのことを思い出し、そして知ってしまった。良いことも悪いこともな。ソナたちはこのムーンブルクで、大いなる謎に触れるかもしれん。わしにもわからぬ、この世界の秘密にな。大いなる謎？世界の秘密？おいヒゲ、それはどういうことだ？王様に向かってヒゲ。ヒゲ？このムーンブルク王を捕まえて呼んで思うよね。ちょっとびっくりするわ。そして何の悪びれもない。なになになに？おい、アイナ、あっちから人の声が聞こえるぞ。人？うん。人の声？誰か来た？仲間？え、なになになに？なんか弱ってない？大丈夫？ちょ、あれやん。救急セット。アイナ、行ってみようぜ。救急セットをちょっと、そこまで案内してあげようよ、ちょっと。ねえねえねえ。大丈夫？ぜいぜいなっとるけど。やや。ん？あれは、ムーンペタの兵士では。え？ムーンペタがハーゴン郡に、この地にも強大な敵が迫っています。伝令？どうかご対策、うお！ああ！ああ！え？死んだ？死んだの？死んだの？うお、これは？誰？おい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 、旦那。どこ狙ってやがんだよ。自慢のイオナズンが外れちまったぜ。うわ、思ったよりでかいやつやった。だから言っただろ、俺様にやらせろって。次は俺様の番だからな。誰と会話してんだ。人間ども、貴様らは我が十魔兵団の獲物として、じわじわと追い詰めて殴り殺しにしてやる。こいつ？すぐに死なれては面白くありません。ムーンペタは歯向かってくるものも少なく退屈していますからね。せめて我ら飛行兵団に全身をついばまれて屍になるまで生き残っていただかないと。うわ、いろんなん来た、いろんなん来た。なんか、いいや、待て待て、我らデーモン兵団の恐怖を感じることなくあっさり死んでもらったらつまらんぞ。ムーンペタを破壊しきった後はこのムーンミルクを焼き尽くしてやろう。ムーンペタはまだ滅んではいないのね。グガッハッハッハ、ビルダーよ、せいぜい我ら三兵団を楽しませてくれ。なんかいっぱい来る。いや、やめてやめてやめて。ちょー、あれ、さっきの兵士の死骸はどこへ？あ、そこにあった。おい、何だったんだあいつらは。ハーゴン三兵団、噂には聞いておったが、ついに動き出しおったか。三兵団だかなんだか知らないが、どうしていなくなったんだ。一気に攻めてくればいいじゃないか。いや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 、そもそもこのムーンブルクはハーゴン軍の破壊の欲求を満たす場所。奴らは遊んでおるのよ。言っただろ、戦争こそ破壊の極致なのだ。
勝つことも負けることも許されないと。チッ、ふざけやがって。そんなもの俺が。ああ、また声？破壊の神よ。また周りには聞こえない声ですか？うぐ。無事か。良い考えです。ここはあなたが動くべき時。いや、そうやって悪い方向に導くのはやめようよ。今はものづくりより破壊が必要でしょう。ビルダーもそう考えているはずです。そんなことはないと思うよ。ものづくりしよう、ものづくり。もの作って防御しよう、防御。あゆなが？だが、いや、考えてないよ。踏ん切りがつかないのなら、私が少しだけ力をお貸ししましょう。何？より強くなる指導。パワーアップ。どんな感じで？心は残っとるよね、ちゃんと。大丈夫か、指導。一体どうしたのだ？ああ、今、指導に近寄ってはいけない。なんでもない。うん。奴らが言ってやがったムーンペタとかいうのはどこにある？ムーンペタはここから北東に行った先だが。何、行くの？こっちから出向いて潰してやる。あゆならここで待ってろ。個人的に？指導の兄貴、我々もお供します。ああ、ついてった、ついてった。待て、お前たち。我々って一人しかついていかんかったことない。く、指導め。またしても勝手な行動を。いかがした？何の騒ぎだ？ああ、王様。王様、実は指導と数人の兵士が。あ、数人向かったの？うん。あ、見つけた？ムンペタの兵士。返事がない。ただの屍のような。かわいそうに。うわ、すぐ横に骨あるし。指導め。あのハーゴン三ペーターに相手に、またも勝手な行動を取り寄って。だが、助けに向かえば、ソロンたちにも危険が及ぶかもしれん。ここで兵たちを失うわけには。なんと、アイナ、そなた一人でも助けに行くと申すか。言ってないよ。生かされるの？アイナ、私も同行しよう。リックも一緒に来てくれ。あ、力強い。わかった。まあ、でも、指導に比べたらあれか。ふん。では、アイナ、アネッサ、リックと共に、指導たちを連れ戻してきてくれ。お、地図に目的地が表示された。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あのムンペタの兵士は置きっぱなしでいいんでしょうか？なんかすごくかわいそうやけど。ね。